笑いコンビアンジャッシュの渡辺謙が4年ぶりに単独 MC を務める番組バタバッとそれ俺のだからねが DMMTV で今日12日から独占配信を開始した。番組で扱うのはプレイ人口1億人、世界大会の優勝賞金17億円、近年日本でもブームになりつつあるポーカー、渡辺から100万円預かり、3ヶ月間でどこまで増やせるか、を検証する。